はい、そしたらですね、今回はこの HK45 とですね、こちら、こちらはですね、KSC のヘッケランドコックの、USP ですね。はい、USP とのちょっと外見を見比べてみましょう。実はこの HK45 はこの USP の後継機というような扱いでいいと思います。時系列的には USP が出た後にこれが出たという感じなんですね。はい、まずフロント周りこんな感じですね。USP がね、こう直角にズドンとこの銃口がカットされているのに対して、HK45 はここがね、やっぱり若干下側の方が手前に削られているというような外観は全く違いますね。あとは、スライド部分もですね、随分ね、違いますよね。こちらの、USP の方は随分つるっとした感じになっています。HK の方は、HK45 の方は、いろんなところにね、こう、なんかスリットみたいなのが入ってね、これなんて言うんでしたっけね、また名前忘れちゃった。キラーンと反射しないでね、眩しいってならないようにするための、こういうのがみんな入ってるという格好です。うん。サイズ的にはね、ほぼ同じかな。ちょっと高さがね、高さは、わかりますかね。4号の方が大きいですね。USP、こっちが USP でね、こっちが4号ですけど、4号の方がちょっと背が高いです。はい、長さについてはほぼ一緒です。はい、若干4号の方が大きい感じがあります。うん。それと、さっきもちょっと言いましたけどね、このアンダーレールですね、20ミリのレールについても、こっちはですね、もう先端まで書き溝が入っていると、スリットが入っているので、サクッとね、ライトつけられますけども、USP の方は、ここで、スリットが終わってるんですね。カットされてないんです。だから正面からライトを差し込むってことができないということで、私のようにですね、見てくれだけを気にするようなシューターだと、これちょっとね、ライトつけたいわっていう時にはちょっと不向きかなというのがあります。はい。それとね、この KSC のね、この USP についてはこのスライドがやっぱね、ずいぶんおもちゃっぽい音するんですよね。本当にね、プラスチックがこう作動してる、動いてるっていうね、音がします。このパッコンっていうね、これがね、非常にちょっと、私としては嫌です。はい。ただし、全体のフォルムとしては、このぐらい武骨な方が、私は個人的には好きです。はい。非常に形のいい、銃じゃないかな。このように思います。で、もちろんデコックもついてます。デコックもついてますから、USB についても、これでね、デコックされると。で、ここからの、ダブルアクション。ね。ということになるわけです。はい。どちらの銃もですね、武骨といえば武骨ですが、やはり HK45 は非常に最近の、モデルと。いうような外観フォルムですね。はい、はい、じゃあね、実際に、打ってみたいと思います。今ね、フォロワーストッパー、空打ち用の部品をはめてます。はい、打ってみます。はい、で、シングルアクションで打って、またスシングルですよね。で、次は、ダブルアクションですね。ここからギギギギと動きます。ギギギギギギと動いて、この辺でもうコックされてますね。コックされて、ハーフコックの発射と、ね、この辺でハーフコックですね。カッチッ。ビリリリリといって、はい。
シングルアクションはね、本当にもう、結構グッと感覚で分かりますね。グッと、あ、もう近、すぐ近づいてるなっていうね。このぐらい遊んで、このぐらい遊んで、あ、近いなと思うと、もう、ね、発射。かっこいい。どうすか？こんな感じ。はいね、おそらく丸井さんで出てますからね、今後カスタムパーツなんかも、ボンボン出てくるんでしょうしね。だからアルミスライドであるとかね、アルミアウターバレルであるとか、そういったところね、まあ私でもできそうなところはやっていきたいなぁなんてね、こんな風に、思っております。はい、あとね、もっと詳しくこの、HK45 知りたいなと思ったらですね、私がいつも拝見します6932カントムさん、こちらの方の、動画を見てください。下の方にねリンク貼っておきます。はい、ということで、本日は東京丸一社から新発売されました、ヘッケランド国の HK45、ね、のご紹介でございました。はい、これから編集してなんとか今日中にアップロードできればなと思っております。またちょっとね、日を置いてのたまにたまにのアップロードになると思うんですけども、これからもですね、またご視聴いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。それではまた。